はい、こんにちは、カメラジュンです。いいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゆい先生に秘密の練習方法を教えていただきたいなと思っております。はい、マリンちゃんも今前々回シャンクが出ちゃうって言ってやった練習ですけど、はい、それをもうちょっとどうやったらこう振っていけるかっていうのをね、やってもらいたいな、教えてもらいたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。ゆい先生、早速。はい、この前言ってた、うん、まあ、結局はスライスになってしまう原因なんですけど、ここからバックスに乗りました。で、右肩が前に出ちゃうとクラブの時と一緒にこういう風にカットに入ってしまってスライスになってしまう。ここから右肩が前に出ちゃう。ちょっとこれ引っ掛けちゃったけど、まあこういうボールを出る。で、こうならないためには、右肩が前に出ないように、肩が前に出ないように、こういう状態でインパクトを迎えるっていう練習なんです。だから、こうなってしまうのを、こういう状態、うん、で、多分ポイント1個目としてはみんな結構前、多分話したと思うんですけど、ボールに向かってクラブを落としていくとどうしてもこういう状態になります。右肩が前に、はい、クラブこうやって真正面に持ってみてバックスイング取りました。で、ボール前になる状態、こうなると平行で開いている状態になるので、絶対にシャンクにまたワンスライス、それを直すためにはこうやって当たっていくしかない。クラブの腕の動きとしてはこういう風にスライスにとってこれが多い。なるほど。ここがすごい多いので、まず強制的な練習方法の一つとしてはバックスイング取りました。もうちょっとぐらいで、そんなに大きく上げすぎなくてバックスイング取りました。じゃあ今私の体の状態って純ちゃんの方に向いてるんですけど、それを純ちゃんの方に向けたままクラブを振り落とすんですよ。バックスイング取るときに後ろ向いちゃってこのままスポーツとして、そしたら肩って絶対出ない。で、これがどんなボールを打っても大丈夫です。とりあえず自分の肩が出ないためなので、バックスイング取りました。このまま肩を打って、で、何回か打ってもらって、上体を後ろに向けたまま、味方が前に出ない体幹、感覚をつけてもらいたい。なるほど。どんなボール打ったとしても、自分の体が後ろにちゃんと向いてたら、クラブって絶対インサイドアウト。肩が前に出なければ、ね、はい、なのでちょっとそれでお薬してマリンちゃん、やってみましょう。やってみます。スライスが出ない、シャンクが出ない練習方法ということで、バックスイングでジュンちゃんの方を向いて、はい、そのまま打つっていうか腕を落とす、手だけそう、そう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 、ジュンちゃんの方、え、難しい、手がします。順ちゃんの方を向きます。はい、そのまま腕を私の方に持ってください。はい。そう、これだ。はい。で、やってみましょう。やってみます。もうボールはどんなボールになってるか。はい、わかりました。そう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 。はい。おお、見て見て、インサイドアウトになってる。ヘッド、ほら、ヘッドの動きなんですけど、え、本当だ。これが逆になるとスライスになるんですけど、本当だ。マジでさっきから
からずっと反対だったもんね。本当だ。なってる。すごすぎる。動きたいのすごいし。スイングでじゅんちゃんの方向いてもらってそのまま腕落としちゃう、はい、そう、もうそれで OK です。はい、いい、そう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 、うん、本当だ、すごい、いい、すごい、効果がすごい。すごい。あ、こういうインガーの練習場だったらこういうの練習していてもらっていいかな。うんうん、楽しい。すごい。これで一回普通に打ってみる。でアウトサイドインに戻っちゃうかもしれないけど。戻っちゃうかもしれない。今の足。うん。さあ状態、自分の状態がじゅんちゃんの方向いてるまま。はい。締めますか。はい。今回の練習方法のポイントをお願いします。ポイントはさっきマニちゃんに言ったんですけど、下半身をどうしようっていうのはもう後で大丈夫、はい、今は右肩が出ないっていう練習方法なので、とりあえず右肩が前に出るってことはクラブと一緒にアウトから入っちゃうので、できるだけ自分の右肩が前に出ないようにインパクトする練習方法でした。すごいちょっとというか、かなり強制的に直すやり方なんですけど、うん、ちゃんとこれが体幹と身についていけば結果的にドローボールにちゃんとなっていくみたいな感じです。マリンちゃん、どうでしたか？え、すごい、もうなんか効果が目に見えるからやっててすごい楽しかったし、なんか憧れのドローボールに近づけそうな感じがして楽しかったです、うん、そうですね、はい、あのご視聴の皆さんもドローボールしたいなという方はぜひ練習場でやってみてください。はい、バイバイ。バイバイ。